前線からのハードワークと周りを生かして得点に絡むプレーが特徴だと思ってます。前線からのハードワークは通用しているなって部分は感じたんですけど、やっぱりフォワードとして得点を決めてチームに貢献できる選手になりたいって考えてます。すごい選手がつけてるっていうのもずっと知ってたんで、できることを精一杯やって少しでも8番を背負っていける選手になれるように頑張りたいと思ってます。